スケカリ山城は、長戸国と与裏郡にあった、日本の城。追記時期は不明だが、鎌倉時代には存在しており、鎌倉幕府滅亡の2年後の兼務2年に、前長戸短大法上辞治下の維持である、法上上野史郎がこの城に建てこもったとされる。上野史郎は、辞治下を討った功績で死後に任ぜられていた、古藤武を攻めようとしたが、将に、寄り久。 宗方氏乗りらの支援を受けた、武実によって逆に攻め滅ぼされた。その後、古藤氏が没落して、城は大内氏の支配下に入った。攻略2年、天寿6年、長戸守護代であった杉里氏政が大内光弘氏を要して反乱を起こすが、広世の着難である大内義弘によって撃たれた。通説では義弘は、広世のな城と考えられてきたが、 近年では、この反乱の首謀者は、室町幕府の後ろだけで家中の実権を握った、吉弘を敗そうとした、広世自身で、杉里市政はそれに従ったに過ぎないとする説もある。その後、大江の乱で、室町幕府に反乱した吉弘は戦死すると、広世の意地の一人である、大内弘持が、新しい守護に認じられる。そのため、もう一人の意地である、 大内森美が反乱を起こし、広持の長年五代である須山高安がこの城に入った。だが、大永八年に森美側の構成によって、塩事情を攻め落とされると、広持は塩事情の南西にある助ケ山城に逃れた後、ここで自害した。以後の記録に登場せず、廃城時期も不明。城の推定地は開発が進み、移行も不明な部分が多い。 角川日本地名大事件は、盛刈山、日本歴史地名体系は、下刈山と読み仮名を振っている。藤井隆攻略内戦に関する諸問題、室町期大名権力論同性者、2013年 ISBN978 から4から886216502。ありがとうございます。